はい、始まりましたね。はい、あれですよね、私たちが、ベトナムで生活していた、その3年前ぐらいですかね、その時にそのちょうどベトナムのホーチミンで、なんか地下鉄の工事かなんかしていて、そうあったよね。でそれはなんか高島屋近くだったのよね。高島屋となんかそういう広場みたいな、そうなんて名前の広場でしたっけ、なんて忘れちゃったまあでもとにかくその広場行ったらこれあるよって、電車の線あったよね、でなんかそういうなんか宣伝じゃないけどもなんかそういう看板があって、でいろいろこういう予定だって書いてあって、でなんかもう来年の12月までにはもうそれで地下鉄動くようになるらしいんですけど、あれなんかさママで調べて、地下鉄電車のチケットネットで買える、あそうでもう売ってるよ、売ってる、でまだ売ってるかもしれないけども、でもここ書いて何かでも本当かどうか分かんないけど、2020年の10月の1日も売ってる、あそうそうチケットでもベトナムだからそれちょっと延期になっておく、よく分かんないよね、まだ動かないでしょ、ただ一応目安としてはその来年、来年だから再来年になるまでにはもう絶対にできるようにしたいっていう、そうですよね、ことですよね、うん、で多分ホーチミンのいろんな一区からね、何区ぐらいまであるんでしたっけ、何区までかあるわけですよね、でそれは例えばベンタイン駅とかビンタインとかビンタウンとか、ビンタウンはそれもホーチミンだっけ、それイオン、そういうのも電車で簡単に行けちゃう、そうじゃないかな、あそう、ちょっと何区ホーチミンは何区いっぱいあるでしょ、それで電車回るじゃないかな、具体的にどの駅止まるとか詳しいことは分からないですけど、ただできるっていう、じゃ私の妄想、目安だけど、はい、イオンあるだから多分絶対イオンの近くの駅作るかもしれない、あそうイオン、ただもう多分どの駅作るかはもう決まってるんで、多分妄想で喋んない方がいいです、ただ私たちが知らないで喋ってるだけなんでそうね、確かもう私も日本などこうやって見たら、もうなんかどの駅でこうって決まってるみたいだから、あそうなの、どこで、いやそれ分かんなかった、分かんなかった見せて、どれかな、なんか私たちちょっとあんまり知識はないんで、ちょっと正しいかどうか分からないんですけど、私の方でもどんな感じなのかなって調べる限りは、やっぱホーチミンのそう1区から9区のところかで、そうでもなんかママから見ていろんなところ泊まるよ、あそうそう、あそれはベトナム語で書いてあるサイトで、だからホーチミンのあれで多分最初はその駅の数少ないかもしれないんですけど、やっぱり徐々にその増やしていきたいっていうことなんじゃないですかね、そうですよね、でもママ気になるは、チケットはいくらかなとか、日本だとさ、なんだっけ、そのカード式でこうやってピッてやるとさ、できるのあるじゃない、なんかそういうのもホーチミンの地下鉄では採用されるかみたいな感じのも、私記事で見たんで、あるかもしれないですね、そしたら料金気にせずにチャージしとけばお金、ピッてやるだけで、それでいいわね、でもさっきなんかママに言って、ネットで買える、それで間違いないように、本人の証明書のも、で買った方が間違いない、場所かな、何番とか飛行機の買うみたい、間違いないように教えてくれるんだ、そうへえ、じゃああれだな、ナビみたいな、いや違う、例えばママ1番、
うん、でパパママ買うとき一番だった、うん、ただあの私の名前であの買ったんだけで、うん、あのパパも同じ名前であの、うん、もうパパもあの古いとも間違っちゃうから、うん、だから念のためあの間違いないように、うん、あの自分の書面書、うん、番号とかあるやつ、うん、で買った方がいいじゃん、まあね、でもお値段まだ決まってないですね。あ、おはようございます。おはようございます。いやまいちゃん、ね、いらっしゃい。はい、起きましたね。昼寝ねしてましたよね。それだね。あすごいね、おたけびみたいなねそうですね。まいちゃん、地下鉄に乗ってみたい？うん将来ホーチミンに地下鉄ができるんだって、うん、乗ってみたい？はい、乗るの？乗る。あ、そう、乗るじゃあ、まいちゃんベトナム飛行機乗ってみんなで行かないといけないよ。行く？はい、行くんだ、うん、どうする？あのママのお母さんだから、まいちゃんにとっておばあさんもいるよ。ベトナム姪のタムちゃんもいるよ。会いたい？なんとか会いたいって言ってますね。会いたいよね。会ったらどうする？会ったらどうする？会ったら何する？そのおばあさんとタムちゃんと、うん、アイス食べる？アイス食べた。そう、アイス食べる。会ったらチューする？チューする。もうまいちゃんにベトナム行かなっても地下鉄にはいっぱいあるぞ。うん、ね、ホーチミン地下鉄できたらね便利になるですよね、絶対ね。そうですよね。今ホーチミンはあの、うん、渋滞、うん、いっぱいよね。だって私もほらやっぱりその少なからずベトナムね、ママがアパート借りてたから、それでそのホーチミンでこういろいろねバイクで行ったけど、時間帯によってはすごい渋滞だったもんね。うん、うん、はい。スーパー。スーパー？スーパー行くの？スーパーでも今日雨ですごい大変だからさ、今度でいいでしょ。ちょっと。外雨降ってるもん。寒いよ。寒いよ。待って、これかわいい。うん、このパジャマかわいい。好き？好きじゃないの？じゃあ抜いちゃう？ママ好きからちょうだい。パパにちょうだい。じゃあダメよ。そうね、まいちゃんのパタマーですね、うん、あ、まいちゃん、ママチューして、ママチューして、こっち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 、かわいい。まあ、地下鉄のね話してたんですけど、まあホーチミンでできるっていうことなんですけど、そのママの実家がベンチェなんですよね、うん、将来的にやっぱベンチェとかもそういう電車走るようになると思いますか？それともまあ無理、なかなかな、いや、なると思いますよ。なりますかね。うん、でもいつかわからないんですけど、うん、そうね。でもしかしたらいつかね、うん、ベンチェでホーチミンこう電車急行でそうで行けるようになったらどうします？そう、それはめっちゃ便利になるわね。うん、したら電車乗って、あ、じゃあちょっとホーチミン遊び行こうかとかもできるようになる時代がもしかしたら、うん、うん、欲しい、そう、綺麗でしょ。これね、ママの国の旗、ベトナム。あ、欲しい。うん、うん、星ね、黄色い星だよね。かわいい子ちゃん。知ったら絶対便利になるよね。それだね。うん、だから下手し早く行ってほしいよね。うん、日帰りできるかもしれないもんね、もしそうなったら、うん、そうですよね。あ、じゃあちょっとホーチミンで買い物してくるか。で、あ、買い物さ、あ、ちょっとよい行こうか。あ、ちょっと、うん、よ、シューティング、あ、綺麗ところだよ、うん、ホーチミンだ、うん、ついていくな。さあ、もう夕方になって
ね、帰るかで電車でベンチシューっていう時代も、それ嫌だよ、ん、それ嫌だ、え、どこ嫌なの、嫌、うん、分かった、まあね、そんな時代も来てね、欲しいですよね、うん、そうですね、ということで、なんか今回私たち特にそのホーチミンのね、地下鉄に関して詳しい情報を知ってるわけじゃないんですけども、うん、まあこうなったらいいなとか、うん、そういう、そうですね、ベンチャー、ベンチャーで早くできるといいよね、うん、できると楽しいんじゃないですかね、と思いました、うん、ということで、バイバーイ、バイバーイ、まちゃん、うーん、ばー、まちゃん、うーん、わー。